結果はこうなりました。クイズはこう。間違ったのか間違ってないのか気になる。リーディングはこちら。日本一早いを目指して予備校講師軍団でですね。Hello there、始まりました森田チャンネルです。今回はですね、第246回ですかね。トイック公開テストの結果を開封したいと思います。まずまあいろいろお知らせがありますが、最初にね、サブチャンネル頑張ってやり始めてますので、ぜひですね、森哲さんチャンネルですね、よろしくお願いいたします。そしてですね、今回はですね、トイックの開封なんですけども、鈴木半太郎さんっていうですね、トイック900点プロジェクトっていうのをやってる、ね、方がいらっしゃるので、そちらの開封も近日あげようと思います。先ほど撮影してきましたんで得点発表したいと思います。早速、はい、ですね、カンタロさんの得点はこちらになります。何点で、そちらも上がりますし、あとはそうですね、イングリッシュモンスター菊池さんですね、こちらもですね開封の儀というのがありますので、そちらのですね、方も上がると思います。でさらに、金曜日にはですね、関正夫先生いよいよ登場しますので、まあ一番ね、コラボしてくださいっていうのが多かった、方になりますので、ついに登場しますので、慶応義塾大学文学部英米文学専攻で同じゼミ、ゼミも同じだったっていうことで、もちろん大は全然違うんですけども、同じゼミ出身であるっていうので、いろんな話をしてきました。まあ予備校講師でも先輩ですしね、大学でも先輩ということで、ね、第1弾の方では学生時代ですね、関先生の学生時代について、ね、そして第2弾の方では、ね、関先生の予備校講師になる話なんかが出てきます。まあこの後ね、第3弾第4弾と何弾まで出るか分かんないですけど、もうすごくたくさん話したので、そちらも期待しててください。話すの俺初めてです、ね、あ、そうなんですね。予備校で降りると絶対真似するやついるんで最初俺賞入ったんですよ。あ、そうなんですか。そうだから、あの先生の影響すごい大きい。あの時宮崎孫先生の授業おめえらーみたいな。ぜひこちらの動画も楽しみにしていてください。そして、センター試験当日にはですね、一ノ瀬杏先生ね、この英語講師オーディションっていうですね、うちのチャンネルでやった先生が、ね、センター試験超速報ということですね、英語の問題の解説をしてくださいますので、そちらもご期待ください。そうですね、生放送でやりますからね。すごいことになると思います。生放送。すごくないですか？普通なんかね、一生懸命ね、授業をこう準備して、この映像流すとかっていうのはあると思うんですけど、その生放送で、どうやってね、解いていくかみたいなのが見れると思いますので、そちらもぜひ期待していてください。土曜日ですね。なのでまあ、イベント盛りだくさんですので。それではですね、いよいよ開けていきたいと思います。ね、いやー、どうだったんでしょうね。この12月の生放送した時に、結構、答えがね、一個リーディングで違うっていうですね、言われたんですよ。みんなこうじゃないの、いや、違うんじゃないですか、みたいなですね、僕が選んだやつは違うって言われて、それがどうだったのかね、ちょっと気になっていて、菊池先生自体は森哲さんの方が正解なんじゃないですかね、って言ってたんですけど、さあ、果たしてどうだったのか気になる、ところを見ていきたいと思います。そのね、この点数と、そして正答率の方が見れるので、その正答率を見ることによって、合っていたのか、ね、僕が合っていたのか間違っていたのか、まあ、ただね、採点対象外になる可能性もあるので、ね、採点対象外の場合は、わかりません。そして菊池先生の結果見て、僕の方が、ね、合ってて、菊池先生の方が間違ってたったら僕の方が正解だし、菊池さんの方が合ってて僕の方が間違ってたらね、この正答率のところに出るので、それをちょっと見たいと思いますね。はい、では行きます。はい、来ました。うーさー、正答率は気になるところでもありますが、まずはちょっと重症を隠させてくださいね。では見ていきましょう。まずは点数の発表ですね。隠さないと。結果はこうなりました。ブーンドン。はい、見えますかね。はい、490点満点ということになりました。これで88回目の満点ですね、になりました。パチパチですね。
いやー、末広がり、ね、ラッキーナンバーでしょうかね。ということで、いや、無事取れました。さあ、まあ、待っても、まあ、もうね、もうこのチャンネル見てくれてる人からすると、はいはいはい、またですね、当たり前ですね、みたいになってると思うんですが、こっからですね、いよいよ正答率の方を見ていきたいと思いますね。まずはリスニングですね。リスニングの正答率。リスニングの正答率はこうなりました。お、見えますかね。こうだったんだ。ん？100、100、100、100、100。は。全問正解ですね。はい。すべてのところが100ってなってますね。なので100%、オール100%なんで、全問正解できました。あれどうだったのかな？できた自信あったかな？確かパート4までは全部できたっていう自信があったんじゃなかったかな。で、パート4でちょっと難しかったなって思ったような、思わなかったような。まあでも、全問正解できていたので、よかったです。じゃあいよいよリーディングですね。その果たして私は間違ったのか間違ってないのか気になるリーディングはこちらです。じゃん、はい、正答率どうなったの。195、あ、195、100、100、100という形で、はい、1問ミスでしょうね。もし、そうですよね。1問ミスですね。95だったらね。ということで、1問ミスは、ああ、やっぱり自分が間違ったと思ったあの問題だったんでしょうかね。どうだったんでしょう。でも、推測できる問題だったと思ったんだけどな。違うのかな。うん、ちょっと謎ですね。これは他の人のと比べてみないと、わかりません。ということで、まあ、195、100、100、100という形で、1問ミスですね。ということで、200問中おそらく199問正解です。まあ、トイックっていうのは、全問正解しなくても取れるんですよ、満点はですね。なので、わあ、そうか。そういう形だったんだな、っていう感じになりました。はい、残念。まあ、ここからね、また精進して、頑張って、行きたいと思いますので、応援ぜひぜひよろしくお願いいたします。これからも頑張って受けていきます。はい、1月の結果ですね、楽しみですが、その後は3月、ね、受けたいと思いますのでご期待ください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。おはよう、始まりました。モニタチチャンネルです。今回はですね、お知らせがあるということで、ね、はい、はい、うちの、何でしたっけ、準レギュラー。自称準レギュラー、森鉄の悪友ランキングナンバー2、早稲田国塾代表の平です。よろしくお願いします。はい、はい、森田先生、はい、今回はですね、ちょっと森鉄チャンネルと、あとうちのね、早稲号の YouTube チャンネルの方で、合同でですね、はい、ほうほう、ちょっと前代未聞な企画をやりますよ。そうですね。今週の、今週末にあるセンター試験にて、ですね、まあ、日本一早いを目指して、予備校講師軍団でですね、森鉄チャンネルおよび早稲号のチャンネルでちょっと分担してですね、回答速報を出したいと思っております。いや、今回の企画はですね、森田先生の方から、まあ、お声掛けいただいた時に最初はそんなのできんのかなみたいなことだったのが僕の印象ではあったんですけど、まあ、一生懸命ちょっとこういろんな予備校のそれも、なかなかこう腕利きを集めましたので、ぜひ、ね、ちょっと楽しみに、ね、見ていただけたらとは思います。はい、今回スタイルとしてはですね、まあ、手元動画の形で、こう予備校の先生たちがどんな感じでこう、まあ、問題見ながら解いているのかなみたいなことをちょっとこうお見せしながらやっていくつもりであります。うちはね、一ノ瀬亜先生が画面に多分映した情報で、火曜日にね、リスニング予想問題ってやったんですけど、あれはそのための予行練習だったんで、どんな感じになるかっていう予行練習でやってたんで、それをね、生放送でやりました、うちは。大変ですね。はい、ぜひ、はい、一ノ瀬先生の動き動きなの期待してください、まあ、ね、うん、はい、ぜひ見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.